皆さんこんにちは。2020年週一完成合格フルコースの全貌というタイトルで30分ほどお話をさせていただきたいと思います。担当はレック専任コースの友継です。どうぞよろしくお願いします。さて今回はですね、はい、週一完成合格フルコースというですね、レックのこのカリキュラムの説明ということで、お話をさせていただきたいと思います。はい、こちらですね、まずはこちら週一完成合格フルコースというですね、ものがございまして、さあこちらどういうコースなんですかというお話なんですけれども、こちら週1回のインプットと徹底的な過去問解説で効率的に合格を目指すという講座になって、コースになっております。さあこれどういうコースなんですかというお話なんですけれども、まずですねこちら4月に開講する講座なんですけれども、こちら、はい、まあ、下のところにですね、開講日無料体験講義と、書いてあります。まあ、4月に開講しております。で、生講義は新宿エルタワー本校のみの、開講となっております。そして、生講義は新宿エルタワー本校のみなんですけれども、こちらは、通信 WebDVD の講座もございます。こちらはね、WebDVD でございますので、全国で、ご自宅で、受けることができますけれども、あの生講義は、新宿エルタワー本校のみとなっておりますので、こちらのところご注意ください。で、これからお話ししますのは、まあ、その生講義も、WebDVD も、どちらも当てはまることとしてお話をさせていただきます。さあまずですねこちら最初に理解というところがございます。はい、まあ、一番最初にはその宅建試験どういう、ね、内容を勉強していくのかっていう全体像をちゃんと掴んで、そしてあこういう仕組みなんだなっていうのを一つ一つ理解していただく、こういう講座になっております。それがこちらです。基礎力養成コンプリート合格講座という講座になっております。でこちらですね、他の講座と何が違うのかというところだと思うんですね。はい、まあ、レックにもいろいろ講座がありますので、どういうものと、ね、なっているのか。はい、さあ、レックの講座ですと基本的にはですね、メインの講座としてはこちらになっておりますね。はい、まあ、大体プレミアム合格フルコースとか、パーフェクト合格フルコースみたいな、コースを申し込むとですね、最初に理解のところでスーパー合格講座という講座が走っております。でこのスーパー合格講座、これも理解の講座です。じゃあこのスーパー合格講座と今回やる、この基礎力養成コンプリート合格講座、何が違うんですか。はい、一番の違いです。こちらスーパー合格講座34回、はい、34回あるんですね。それに対してこちら今回の週一完成合格フルコースに関しましては17回、つまりちょうど半分なんです。はい、さあこれちょうど半分ということで、もう凝縮してお届けする講座になっております。で2時間30分の講座がですね、はい、まあ、スーパー合格講座ですと34回、こちらの、ね、週一完成だったら17回半分になっております。でこちらはですね結構メリットあります。特に、まあ、これは生講義はあまり関係ないのかもしれないんですけど、通信 WebDVD の方は結構これですね、違いがわかると思います。どういうことかと言いますと、2時間30分 ×34 回、これも聞くだけで結構大変なんですね。それが半分で済むということです。まあ、特にあの DVD だとこれあの2時間30分のこの DVD が、まあ、34枚バーンと届いた時のこの、ね、威圧感ですよ。えこんなにあるのっていうことになるわけですよね。まあ、それが半分になるっていうのは結構メリットだと思います。そういう意味では、あのこれは生講義はあんまり関係ないかもしれないんですけど、まあ、これも毎週来るっていうところ習慣づけておけば、まあ、そんなにあんまりね、あの回数が多い少ないってそんなに、ね、大差はないんですけども、 WebDVD になってくるとこれは本当に大きな差になってくると思いますので、ですのでここはね、あの通信の方の大きなメリットになってくると思います。さあそうするとまず理解のところを本来の、ね、講座の半分の時間でやってしまおうということになってくるわけなんですね。そうするとやっぱりいろいろ疑問に思うところもありますよね。まず最初に疑問に思うのは、早いんじゃないんですかと、ペースがと。はい、ペースは、まあ、若干それは早くなります。はい、
あ、やっぱペースが若干速くなるんですか。じゃあ結構ついていくのきついんじゃないんですか。はい、ここのところについてお答えをしておきたいと思います。これをペースが速くてもついていけるぞというための仕組みを今回ご用意をしております。それが何かと言いますと、使用するテキストです。こちらご覧ください。宅建士合格の取説基本テキストを使い、初めて法律を学ぶ方にも分かりやすく、試験に大切なことだけを解説していきますというふうにあります。そう、このテキストに秘密があるんです。でこちら、はい、まあ、表紙の絵ですね。こんな感じの表紙になっておりますけれども、こちらね、宅建士合格の取説というですね、こちらの本を使っていきます。はい、でこの本何が違うんですかと言いますと、他のまあ大体本のですね、こうエッセンスをギュッと凝縮しています。つまり本当に合格に必要最小限のものだけをここで取り扱っていこうというですね、そういうテキストになっています。ですのでもう内容も絞り込みに絞り込みを重ねております。まあこれ以上絞り込むわけにはいかないなと、でも逆に言えば合格には絶対このぐらいは必要、でもこれ以上は削れないんだけども、これ以上削っちゃうと合格にたどり着かない、でもじゃあ最低限となるとこれかっていうですね、そこを、はい、まあ、こちらね、あの執筆者の名前も書いてありますけど、私がですね、もう本当に取捨選択をして、これは絶対入れとかなきゃいけないことだ、これはまあちょっとね、切り捨てよっていう、この取捨選択を本当にがっつりやって、合格に必要最小限のものに絞り込みました。ですので、もうね、分厚いテキストを見てうんざりしている方、ね、もうこんなにできるわけないじゃんっていうふうに思ってる方に、まずは最適なテキストということになっていきます。そして、ただ単にじゃあ絞り込んだだけですかっていうと、そうでもなくてですね、はい、中身もこちらご覧ください。かなり読みやすい感じになっております。これ権利関係の一番最初のところなんですけれどもね、はい、契約の成立、契約とは何かというところで、契約とは一言で言えば約束のことです。はい、契約は両者の意思表示が合致した時に成立しますって書いてあります。でここも文字のところをなるべく少なくしてですね、なるべくこういう図解みたいなところを多く入れてあります。で図で説明をして、はい、A が土地を売りたいと思いました、 B がその土地を買いたいと思いました、売りますという意思表示、買いますという意思表示、これが合致した時、この意思表示が合致した時に契約って成立するんですよっていう、これが図になって現れているわけですね。ですのでこの図になっているので結構理解しやすいというところがあります。ですのでこのテキストだけでも結構読みやすい。なのでこのテキスト、普通ですとやっぱりそのテキストの内容をまずは噛み砕いて説明をしていってっていうところが中心になってくるので、そこで結構時間取られるんですけども、そこはもうすでに噛み砕いている部分がありますので、そこは問題ないと。だったらば、じゃあこれがどういう考え方で、解いていくのか、じゃあこれがどういう感覚で問題と結びつけられるのかとか、そういったところの説明に、集中できるわけなんですね。ですので、そういう意味で時間短縮ができているんです。で、あとは先ほども言いました通り、内容を絞り込んでいるわけですから、それは、ね、絞り込んだ内容の説明ということになっていきます。もちろん、講義の中で、まあ、ちょっとね、プラスアルファ、こういうところもついでに覚えておくといいですよ、みたいな感じのプラスアルファのお話というものをしていきます。それとプラスで合わせて、ね、こういう仕組みで、こういう、ね、考え方で、ここのところを理解していくと、さらに理解しやすくなりますよ、とかですね。であとは、こういうところに関しては、こういうところに注意しておいてくださいね。こういう引っ掛け問題も出てくるので、気をつけておいてくださいね、みたいなところを、そう。テキストと講義を一体化させていこうということなんです。はい、こちらはですね、もうなかなかそれはもう難しいっていうところで、もうテキストを作る段階からもうね、もう講義、どういうふうに組み立てていくのかっていうところから全部考えて、作ったものでございますので、こちら本当に17回で必要最小限のもの、こちらをですね一気に、入れていこうという講座になっております。はい、さあそしてですね、もちろん演習も必要ということになります。さあ演習なんですけれども、こちらご覧ください。はい、演習過去問セレクト300攻略講座というものがございます。でこちらは何かと言いますと、こちらまずですね、特徴としましてはですね、はい、こちらに書いてあります通り、
通信のみというふうに書かれております。でこれは何かと言いますと、こちら生講義はございません。つまり新宿エルタワーで生講義に来ていただくという方でも、この講座は通信で受けていただくという形になります。でこれは何かと言いますとですね、問題集です。はい、問題集、こういう問題集があります。はい、宅建士合格の取説基本問題集ということで、こちら合格に必要な300問をもう厳選しました。はい、もうこれは300問、この300問がもう是非ものに必要なものだろうっていうものをですね、厳選に厳選を重ねた300問でございます。はい、こちらをなんと全問解説します。過去問一つ残さず解説します。はい、なかなかですね、こういう過去問集みたいなものってよく売られてると思いますけれども、これをですね全問解説する講座って意外とありそうでないんですよね。で意外とありそうでない、まあやっぱりね、ここはちょっとご自身でやっといてくださいっていうのが多いんですけども、それをもう全部、ここに載ってる300問は1問残さず解説していこうという講座になってます。でこれは、通信のみでございますので、ご自身のペースで、やっていただければというふうに思います。でこれはですね、まあ、こちらあのインプットの講座の方でも、話してるんですけども、これをどう使うのかっていうのは使い方いろいろだと思います。どういうことかというと、基礎力養成コンプリート合格講座を1回受け終わるたびに、その範囲の過去問セレクト300攻略講座を並行してやっていくというやり方もできるでしょうし、この基礎力養成コンプリート合格講座、じゃあ例えば権利関係7回とりあえずガーッと聞いてしまいましょうと。で7回聞いて、じゃあそれを踏まえて、ね、この権利関係の各問セレクト一気にガーッとやっちゃいましょうっていうふうに、やることもできると思いますし、いやまあとりあえずもう前半終わらせることを優先させたいんだと思って、ね、この7回5回5回の17回全部聞いた後で各問セレクト300攻略講座に行きたいんだという、これはいろんなニーズがあると思います。これはどのタイプにするのかっていうのは、まあやっぱりね、人それぞれタイプっていうものがあります。ですので、基本的にはどのタイプでも使えるようにしておきたいというふうに、作る必要があるかなと思ったわけですね。ですので、各問セレクト300攻略講座、これって、この基礎力養成コンプリート合格講座のペースに基本的に合わせつつ、やっております。合わせつつやっておりますので、まあ、ここまでを、1回目で聞ければ大丈夫、ここまでを2回目のところで聞けば大丈夫みたいな感じで、こう切りながらやっておりますので、まあ、こうやって並行してやることもできる。もちろん全問解説してるわけですから、結局、ね、全部聞いていただく、まとめて全部聞いていただく、そういう使い方もできると。ですので、ある程度このペースに合わせながらやっていくことによって、まあね、どういうニーズにも使えるというような、作り方をしております。はい、ですので、まあ、ここら辺、過去問セレクト300、どう使うのかっていうのを個々人カスタマイズできる。これも他の講座にない特徴だと思います。そう、やっぱりこのインプットとアウトプットって同時にやった方がいいっていう方もいらっしゃれば、インプットだけ先にやりたいんだっていう方もいらっしゃると思うんですよね。それをどちらのニーズにも応えられるものを作ろうというふうにして作ったのが、この過去問セレクト300攻略講座になるんです。で、それをどちらのニーズに合わせられる、ね、どちらのニーズにも合わせられるようにするためには、やっぱりそれは生講義ではやっぱり無理だったんです。生はちょっとそれはきつかったということで、じゃあこれはもう通信のみでいきましょうと。はい、通信のみだったらご自身のペースでできるはずですので、ですのでこれは生講義型で、受ける方もこちらは通信のみということになります。そしてその後です。はい、実践力養成パワーアップ演習講座9回というふうにあります。これもまた演習講座ですか。はい、でこの講座とこの講座は何が違うんですかってことなんですけども、基本的には4択問題をこうやって本番の過去問を解説していくという意味においては同じです。そういう意味では同じなんですけれども、違いがいくつかあるとするならば、やっぱりまずは難易度が違います。こちらは何かというと、基本、合格士合格の取説基本問題集ということで、まあ、基本問題を中心に集めてあります。ですが実践力養成パワーアップ演習講座はそれよりも若干レベルの高い問題を集めているという、そういう認識だと思っておいてください。でレベルの高い問題っていうのは、じゃあどういう問題なんですかっていうと、ただ単に暗記だけで解けるわけではなくて、そこをちょっと考えて解いていくっていうタイプの問題ですね。こういう考え方をすれば
ね、手持ちの知識で解けますよねっていう知識をダイレクトにポンポンポンというふうに一問一答みたいなね、これは丸これは×みたいな感じの問題じゃなくて、あれこれ問題ってのは、あでもこう考えればあの知識のまんまだなっていうふうにワンステップ踏まえた問題とかですね。であとはですね、昨年、まあ、こういう形でやってみてなかなかあよくいったなというので、今年もこういう形でやりたいなと思ってるんですけれども、はい、この宅建士合格の取説って言いますのは、実は宅建試験の当日に発売になったんですかね、昨年の10月に発売になったんですよ。ということは、この問題集の中に最新の2019年の問題は入ってないんですね。でそれはもうあの発売の時期の都合上ですので、2019年の問題をちょっと全問解いていこうよっていうのも、ここで企画で、行いました。多分おそらく今年もその形でやっていくと思います。はい、ですので、まあ大体この2019年の問題ね、ちょっとね、全問解いていこうというやつですね、そういったものもですね、ちょっとここの実践力養成パワーアップ演習講座、その中でやっていこうですので、まあ、そういう意味で過去問セレクト300これ講座よりちょっと、まあ上のレベルで、やっていく講座というふうに思っておいてください。でこっからがですね、この週一完成合格フルコースのすごさなんです。何か理解がここで17回で終わってるんですよね。そうです。はい、そして、基本問題をやってるんですよね。そうです。そしてここでちょっと実践的な問題やってるんですよね。そうです。その続きどうなるんですか。はい、模擬試験があります。基礎編2回実践編3回ファイナル模試がございます。はい、そして直前があります。究極のポイント300試験に出るとこ大予想会とにかく6点アップ直前駆け込み講座というふうに、こちら直前講座がありますが、実はここの部分といいますのはレックの機関講座でありますプレミアム合格フルコースというですね、この、ね、34回からやってるこの、ね、機関の、ね、ベースの講座と実は最後は同じでございます。そうということは、この最終的にこの週一完成合格フルコースは最終目標をどこに置いているのかといいますと、レックのその基幹講座でありますスーパー合格講座、マスター演習講座、データ準必勝総まとめ講座、ここに一気に追いついていこうというですね。はい、ね、ですので最終目標地点が一緒なんです。そういう意味ではだから直前講座全く同じ講座、つまり、これはあのプレミアム合格フルコースとかを、選択した方と同じ、教室で、同じ講座を受けてもらうというですね、直前期は本当に、レックの機関講座と同じところに行くというイメージだと思っておいてください。はい、さあそうするとですね、いかがでしょうか、いかがでしょうか、いかがでしょうかっていうことになります。まずですね、本当にメリットは大きいと思います。ただやっぱり気をつけていただきたいのは、このコース、まあ向いてる人と向いてない人はいると思います。はい、向いてる人と向いてない人はいると思います。まずこちら、生講義を受講するとしてもウェブ DVD の講座、オンリーの講座があるということですよね。ということは何かと言いますと、そうなんです、生講義に来てさえいればいいという講座ではないということなんです。そう、特に生講義ね、こちら生講義を考えてらっしゃる方に、ちょっとね、言っておきたいところなんですけれども、そう、あのレックのその生講義の講座ですから、もう全ての講座に生がついてるわけじゃないですか。生講義があるわけですよね。ということは生講義のやつだけ受けておけば、ね、生講義を選択したら WebDVD は一切必要ないというのが、まあ、基本的なレックのこの基幹講座の考え方、ね、このプレミアム合格フルコースとかパーフェクト合格フルコースとか、そういったものはもう、ね、生講義に来てさえいればいいんだっていう、そういう形のものになっているんですけども、週一完成合格フルコースはそういうわけではないということなんですね。 WebDVD オンリーの講座がそこにあるという以上、やっぱり生講義を選択したということであったとしても、ご自宅での学習が必須になっていくということになります。ですのでやっぱりそういうところで、うん、結構やっぱりね、勉強ね、もう教室に来ないとできないんだ、家ではもう絶対もう何も勉強できないんですよねっていう人には、まあ、正直あまり向かないかもしれないです。そういう意味では。
まあ、ウェブ DVD はもう、ね、言うまでもなくですよね。それはもう、ご自宅で受講していただくものでございますので、まあ、もちろんあの喫茶店とかに行ってやっていただくというのはそれはできるかもしれないんですけれども、いや生講義じゃないと、ね、もうちょっとモチベーションが全然保てないんだって、もうねあのこういう、ね講義のところ以外では勉強できないんですよっていう方には、まあちょっとこの週一完成合格フルコースは向かないかなという気はします。はい、ですが、いや、ね、ある程度そのウェブ DVD でもできますという方からすると逆に良かったりします。ウェブ DVD だとですね、やっぱりねもうちょっと枚数が多くなっていて、普通のその日常のね勉強の中でねこれだけの講義を聞くだけの時間を、ね、自分の中で捻出できるのかって言ったらそれはちょっと自信ないですよっていう方はですね、やっぱりここら辺コンパクトになっておりますので、そこはもう本当におすすめになっております。でそして問題演習もね、こうやってついて全問ついているっていうところがですね、やっぱりまあ、大きく違うところにはなってきますので、お忙しい方ね、それにはもうもってこいです。はい、でウェブ DVD でやるんだったらもう本当に、これはもう素晴らしいぐらいの、効果が出るというところになってくると思います。まあこれを本当にご自身でちゃんとやっていただくという前提条件ではありますけどもね。はい、ですのでそこのところで、まあ、タイプ向く向かないっていうのはやっぱり出てきてしまうところにはなりますけれども、やっぱりコンパクトさっていうのは他の講座との一番の違いというふうに言えると思います。であとはですね、まあ、先ほどもお見せしましたけども、まあ、テキストが結構開きやすいんですよね。勉強が苦手な方ってやっぱりこうテキスト見た時に文字ばっかりのを見てなんか嫌だなみたいな感じでね、バタッと本を閉じてしまうっていう方で、あとはねこんな分厚い感じのものを見てこんなページ数やるの嫌だなみたいな方っていうのはやっぱりいらっしゃると思いますんで、そういう方からするとやっぱこのテキストを使ってやっていくっていうのは大きいと思いますので、ぜひぜひですね、まあ、このテキストと、ねこの講座と合わせてやっていただくというのはもうベストなんじゃないかなというふうに思います。さあそうしますとですね、皆さん週一完成合格フルコースになるほど、コンパクトなのは分かったと、でもちょっと待ってくださいと、コンパクトコンパクトって言いますけども、それが合格にたどり着かなかったら意味なくないですかと、いうことをですねやっぱり考えてね、しまいますよね。さあそれでですね、こちらちょっとですね、見ていただきたいんですけれども、こちらはですね別のガイダンスで使用した、レジュメなんですけれども、はい、こちら何かと言いますとですね、レックは毎年データを集めておりましてですね、そう、大体受験生のどのぐらいの人が正解したのかなっていうのをですね問題ごとに見ているわけなんですよ。でそうすると大体受けた人9割ぐらい正解している問題が何問あるのか、8割ぐらいの人が正解している問題が何問あるのか、7割ぐらい正解している問題が何問あるのかっていうデータを取ってみてるんですね。でそうしたところですね、例えば2019年見てください。そう、半分の人が正解できている問題を全問取れると41点取れるんです。はい、これ 7+13+10+6+5 すると41ですからね、41点取れるんですよ。そうなんです。ですがほとんどの人はですね、この41点にたどり着いてないって方も結構多いわけですよ。それは何でですかっていうと、実はここの例えば4問2問3問、そうほとんどみんな正解できないこの難しい問題ありますよね。この難しい問題をなんとか解こう解こうとして、そこに労力を費やしてこっちの対策がおろそかになっちゃうんですよ。そうすると合格って遠のくんです。難しいことをやろうとして、そして簡単な問題を逆に落としてしまう、こういう受験生は実はかなり多いんです。でそうすると合格点35点なのにもかかわらずそれにたどり着かなくなっちゃうんです。こっちを取ろうと思って、こっちの1問取ろうと思って、こっち3問落としたって言ったらそれは大問題になってきますからね。ですので、でも実はそういう勉強をしている方って多いんです。でそれは何かっていうと、ほとんどの人が口を揃えて言うのは不安だって言うんです。はい、いやできなくてもいい、そうは言うけれども、でもっていうふうに言ってしまうんですね。はい、そこでそう、これを絞り込んで絞り込んで学習しなければいけないわけなんですよ。で絞り込んで絞り込んで学習する、つまりいかにここだけに目線を持ってくるのかっていう勉強って必要だと思いませんか。そうなんです。
それができるのがこのテキストの一番の強みだと思ってください。実はもう本当にこのテキスト、こことかもう最初から載せてませんので、はい、載せてない以上気にもならないじゃないですか。そういう意味では載せてないんですから、はい、でそうするとやっぱりね、まあ、ここをね、やっぱり気になるんですよ。大丈夫です、テキスト載ってません、はい、ということで、だからそういうところをこう切り捨てていってる問題、テキストなんですよね、ですので本当に合格に必要最小限のところ、つまりいかにしてここのみんなが取れる問題を落とさないで皆さんもちゃんと取っていくのか、そうすると41点が取れるということになってくるわけなんです。で実際にやっぱり40点取ってる方っていうのはね、結構やっぱりいらっしゃるわけですね、この年もですね、はい、で昨年ですとね、あの週1のコースでも40点取ってくださった方とかもいらっしゃるわけですよ、はい、ということになりますので、やっぱりここら辺をちゃんと固めた人っていうのが合格者になってく、ね、でその時に、ね、あれもこれもっていう風に目移りをしてしまうっていうのはやっぱり結構ですね、それはあのテキストとかに載ってるとやっぱね、載ってると気になるんですよっていう人も結構いらっしゃるんですよね。でもやっぱり載ってないテキストを使うの不安なんですよ。やっぱり全て不安って気持ちから出てくるんです、はい、勉強方法を間違えるというのはほぼほぼ全て不安だっていう気持ちが全てのきっかけになります。ですのでもう我々の仕事っていうものはもうそれを不安に思う必要はない、本当にこれで大丈夫なんだっていうものをいかにして提示できるのかっていうところにやっぱりかかってくると思うんでね、そういう意味でははい、ここのところで、ね、しっかりと固めておいて、でもちろんこっちの過去問セレクト300とか、まあ、あんまりないかもしれないですけど、この実践力養成パワーペン講座では、まあ、例えば基礎力養成コンプリート工学講座では扱わなかったんだけど、まあ、ここまで覚えておくと、ね、プラスアルファとしていいですよみたいなお話は、まあ、若干していくつもりです。でそうすると、まあね、ちょっともうプラスアルファができるかなっていう形になってくる、ね、そうすると、まあ、さらに合格に、ね、パワーとなっていくんじゃないかなというふうに思います。はい、いかがでしょうかね、この週1完成合格フルコース、ですので、まあ、あこれ聞いてみて、あ結構向いてるなっていうふうに思った方はですね、本当にぜひご検討のほどお願いいたします。で生講義、ちょっと先ほども、冒頭で申し上げましたけれども、新宿エルタワー本校のみの開講ということになります。で、4月2日、開講ということになります。開講日は無料体験講義も、受けられますので、ぜひですね、まあ、こちら、よろしければ4月2日木曜日、毎週木曜日のこの時間です。毎週木曜日の、19時15分から21時45分まで、新宿エルタワー本校、ね、あの通えるという方はですね、ぜひ、こちらの方ご検討お願いします。でもしですね、ちょっと新宿は通えないですよと、はい、自分東京に住んでないのでとかですね、いやもしくはですね、いや東京に住んでいて新宿に通えることは通えるんですけれども、ちょっとこの木曜の夜は手が離せないんですよねっていう方は、ウェブ DVD オンリーのですね、こちらの方をご検討いただければというふうに思います。で、そちらの方でもですね、同じようにやっていきますので、はい、この1年間ですね、しっかり勉強してですね、今年必ず合格する、こういう決意で1年間一緒に頑張っていきましょう。それではですね、また、教室もしくは、ウェブ DVD の画面上で、皆様とお会いできることを期待しております。それでは、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また、その生講義もしくはウェブ DVD 上でお会いいたしましょう。皆さんお疲れ様でした。